9人組ガールズグループ、TWICE の日本産 R&D シングル、Make Me Up、5月16日発売、が、今週の5月28日付オリコン週間ランキング、集計期間、5月14日から20日、で週間 26.3 万枚を売り上げ、初登場1位を獲得した。TWICE これにより、1ストーンシングル、One More Time、1。7年10月発売から3作連続1位、初週20万枚超を達成した TWICE。海外アーティストによる、1ストーンシングルからの3作連続初週売上20万枚突破。3作以上連続初週20万枚突破は今回が初となり、前作キャンディーポップで記録した海外アーティストによる連続初週20万枚突破の歴代1位タイを単独1位とした。本作は、メンバーが出演している ABC マートの新 CM、ナイキエアマックスの CM ソングにも採用されている楽曲。チャレンジをキーワードに、前向きに進む力を与えるような応援ソングとなっている。TWICE のコメント新記録を樹立。今のお気持ちをお聞かせください。このような大きな記録をいただけて、本当に嬉しく思っています。これは、たくさんのワンス、ファンの皆さんが、日本でのデビューから、ずっと応援してくださっている結果だと思っています。心から感謝しています。今作のポイントやミュージックビデオの見どころをお聞かせください。スポーツや新生活など、新しいことにチャレンジしている皆さんの、諦めない気持ち、前向きに立ち向かう強い心を応援した曲です。Make Me Up を聴いて、皆さんが元気いっぱいになってくれた。嬉しいです。今回の1位獲得を受けて、ファンの皆さんに一言。デビューからずっと応援してくださっているワンス、ファンの皆さん、最近 TWICE のことを知って、くださった皆さんなど、たくさんの皆さんのおかげで、今回も1位をいただくことができたと思っております。本当にありがとうございました。今後の意気込み、展望をお聞かせください。TWICE の歌とダンスを、一人でも多くの皆さんに楽しんでいただけるように、そして、期待に応えることができるように、これからもたくさん頑張っていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。